アナミさん、こんにちは。今日もですね、緊急で動画を回してるんですけれども、まあ、日経平均株価が下落します、みたいな、そんな話題が今、最近トレンドに上がってきてると思うんですけども、まあ、あのー、僕はそのトレンドに乗りたいっていうわけじゃなくて、本当に利上げっていう局面では、日本の株式市場っていうのは終わってしまうよっていうことを言いたいんですよね。まあ、やっぱね、あのー、最近、利上げっていう風にね、ウ戸ドソだったっけまあ、それが、その人が、あのー、発表して、で、 今ですね、あの、やっぱりちょっと利上げ待った方がいいかもしれないみたいな、そんな感じになってから、円安がまた進んだわけですよ。150円、149円になって,待って、また151円になって、150円になってみたいな。まあ、そのね、やっぱ円高、円安がすごい繰り返されてるんですけど、まあね、やっぱこういう発言によって、その、円とかね、あの、ドルのそのバランスっていうのが変わってくるっていうのは、やっぱ一、一人のその人がね、 発言する威力っていうのはこの大きいもんなんだなっていうふうに思っていてまあやっぱりね日本っていうのはその円安の方に向かっていった方がねやっぱり景気っていうのは好循環になりやすいっていうのはもう皆さん思っている通りで今ね実際の日本が利上げを待ってるっていうのはやっぱりその上田総裁とかそういう日銀とかの人たちも何を恐れてるかって日本のその景気が後退するっていうことだと思うんですよ で、今その利上げに踏み切れずに入れる、いるっていうことは、おそらく僕が予想するには、その日本っていうのはそんなに好景気ではない。うん。本当にその日本が今利上げして株式の市場がどんどん低下していくっていうことを恐れているのは、おそらくアメリカとか他の、まあ諸外国に遅れを取ってしまうからっていうところもあると思うんですよね。やっぱり、 トヨタとかまあ輸出関連とかをはじめとしたところがですねまあやっぱ日本の企業の全体のねあの成績っていうまあところを支えている日本の産業を支えているっていうところを見ればやっぱり利上げすするるかかかかしないいいっっっててううのは結構運命がかかってると思うんですねやっぱりそういうところから見ても利上げをまあするのかしないのかどっちなんだいっていうところはですね本当に 今後も見頃だなって思うと同時に、もしね、あの、利上げの局面が来たら、円高にどんどん向くと思うし、ね、やっぱりアメリカにどんどん遅れを取る運命になってしまうんじゃないかなというふうに思います。なので僕は、今のところは米国株に突っ込んでます。はい。まあそんなところで今日は終わりにしたいと思います。それじゃあ、バイバイ。